2701年、地球は深刻な問題をいくつも抱えていた。人口増加、資源の枯渇、生態系の破壊、郊外、かつて青く輝いていたこの星はまさに死にかけていた。そこで全ての問題を解決すべく、まだ見ぬ地球よりも文明の進んだ星へと使者を送ることとなった。彼らこそスペース遣隋使。これは熱い3人の男たちの物語である。こちら宇宙管制センター、こちら宇宙管制センター、スペース遣隋使号応答せよ。こちらスペース遣隋使、スペケン1号です。センターどうぞ。スペケン1号、電波状況が悪いようだ。どうぞ。了解。黒点の影響で電波状況が少々悪いようです。アンテナ一応調整いたします。どうぞ。ラジャー、感度良好だ。スペケン1号、現在の座標を報告したまえ。どうぞ。了解。現在補給ステーション JAM109 に停泊中であります。特に現在のところ問題ありません。どうぞ。その航路は当初の航行プランには記されていないが、どうぞ。航行プランに内では十分理解していますが、物資の不足と乗組員の疲労が激しいため、やむを得ず補給ステーションに寄港しております。どうぞ。出発の前に乗組員には十分な休暇を与えたはずだが、どうぞ。長期間の宇宙飛行は我々乗組員に想像以上の疲労を与えております。どうぞ。こちらにはスペース遣隋使が我々とは異なる組織とも密かに接触しているとの情報も入ってきているが、どうぞ。個人記録と保持は宇宙通信法で禁じられているはずですが、どうぞ。現在地球は予断を許さない状況にあるのだ。多少の違法行為はやむを得ないだろう。この件については詳細な報告を要求する。どうぞ。いや、そ、何言ってんお前。違う。こちらとしても全然違うんだって。その件についてはそのことはさ、そういうことじゃなくてさ、いやもう違うから全然手つないだだけだからさ。これよりワープに入るので通信終わります。以上です。あ、スペケン1号、報告はまだ終わってないぞ。スペケン1号、応答せよ、応答せよ。おーい、おーい、スペース遣隋使、hours and holding. Ignition is now controlling and roll. 5, 4, 3, 2, 1. And we have liftoff.Rising, rising, hot and fire! 愛しい麗しいあの星目が
皆様お待たせしました。奥様3分間クッキング半殺しの時間がやってまいりました。今日も素敵なトークと悩ましいフィンガーテクで皆様を魅惑の野菜天国へといざないます。司会はおなじみ私シナモン伊藤でお送りします。そして皆さんを野菜天国ベジタブルヘブンへお連れするのはお茶の間のアイドルカプチーノ吉田さん。ベジタブル、あなたのカプチーノ吉田です。はい、カプチーノ元気だったかい？やあシナモン、会えて嬉しいわ。カプチーノ、今日は一体どんなテクを見せてくれるんだい？あらあら、そんなにせかさないでちょうだい。せいてはことをし損じるってことわざもあるでしょ？いやすまない。でもみんな君のテクを早く見たがっているはずさ。そうでしょう皆さん。それじゃまずは人参から。素敵な色。どうでしょう皆さん。お次はキュウリです。カプチーノ先生お願いします。この歪んだフォルム素敵だわ。では大根は。私の肌の色とどっちが白い？さあいよいよ盛り上がりを見せてきました。あなたの野菜天国、ちょっとスパイシーな玉ねぎをみじん切り。これであなたの涙腺をロックオン。このビビッドなカラーがますます私を情熱的にさせるわ。これで最後ですが、なんとあのキャベツ10個を縦横無尽に切ってもらいましょう。マエストロカプチーノ。皆さん、これでお別れするのは寂しいのですが、このキャベツを私の優しさ、シナモン、今日もありがとう。そして、それでは来週もまたこの時間の大都会特捜24時でお会いしましょう。さようなら。初めてなの、どうしてなの、走り出す心止めることができない。薬指に光る指輪、投げ捨ててあなたの肩に抱かれたい。バスが過ぎる、見えなくなる。いつになればこの想い伝えられるの。諦めない、諦めない。どんなに傷ついてもいい。自衛隊のもどかしい
なた。こんな風にいつか泣いてくれたら、そのまま死んでもいいのに、言葉さえも交わせぬまま、写真の中あなたにそっと触れてみる。気づかないの、構わないの。あなたが、あなたが欲しいの。どちらさんか、自分こういう電話いっちゃムカつくっすけど。知らないはずよ、隠れてあなた覗いてたの。どんなことをしても言わせたいのよ、あなたに。お前に受け嫌う今夜来るの、いつまででも私あなたを待ってるの。電話するの逃がさないの。あなたが振り向くときまで。
何も知らないあの頃みたいに気取り山より全部捨てて答え探して僕らは行くのさ明日へ続くレールは見てないけれど今日みんなに集まってもらったのは他でもないんだ。今当社で開発中である、本格派電車運転シミュレーションゲームの名称をここで決めたいと思うんだ。このゲームは業界初、いや史上初の試みとして各方面から多大なる期待が寄せられている機種であるので、みんなそれに応えるにふさわしい素晴らしい名称を考えてほしいんだ。やはりこのゲームは幅広い年齢層をターゲットとしたいわけですからね、こう分かりやすい名前がいいですよね。そうだ、この電車で行こうとかどうでしょう。確かに分かりやすいっていうのはね、ネーミングにおいて重要だから。あ、だったらですね、電車に乗りたいってのはどうですかね。しかし最近のヤング層にアピールするためにはもう少し垢抜けた感じの方がいいんじゃないかね。例えばどっかに横文字を入れるとかっていうのはどうかね。それでしたら電車で行こうなんて、ね、どうですかね。で電車に乗って、確かに横文字レッツゴーなんて、ね、でやはり電車という大きいものを運転するわけですから、すか、ね、力強さと勢いが欲しいですよね。あ、いいこと言うじゃないか。それじゃですね、電車に乗ってゴーゴーなんてどうですか。勢いはすごくあると思うんですけど。君、それはゲーム名としては長すぎないかね。勢いだったら電車でゴーゴーの方がいいんじゃないか。そういや君たちゴーゴーって知ってるから、ね、か、昔私が若かった頃流行ったんだよ。ゴーって勢いがいいですよね。ちょっとわかんないですけどね。だって電車でゴーなんていうのはいいですよね。そうですね。それじゃあもっとゲーム内容と合わせて考えてみようじゃないか。今回この機種ではサウンド面でも非常に凝った作りになっているから、そのあたりをアピールできるような。じゃあ電車でガッタンとかどうでしょう。あ、いやそれだったら電車が鉄橋を渡る時の音をイメージしてですね、電車でガーッとかどうですかね。それでしたら電車でゴーなんてどうですかね。すか、電車の前がゴーッと過ぎてる感じがですね、もうガリキモリよな、キュッて吸い込む感じになっちゃうんですよね。電車でゴーって感じで、もうちょっとって感じですかね。それにしてもこうして考えてみるとなかなか難しいもんだな。そうですね、シンプルなゲームなだけに難しいですよね。あ、そういえばどうですか部長、今日終わったらいっぱい、あ、いいね、珍しいじゃないか、君から誘うなんて。実はですね、綱島駅前にね、いい店見つけたんすよ、ね、もうこれがアレモンです、アレモンっていう感じ。本当かね。アレモンで電車で行こうですね。 あそこだな。私もあそこの店前から気になってたんだよ。さすがですね。じゃあ終わっちゃったら3人で行っちゃいましょうよ、ね、サクッと、ね、行くか。で電車で行こうっていうの、当然今日は君のおごりに決まってるな。やったー、もう勘弁してくださいよ。実は CM するのも考えてるんですよ。こうやって腰に手を当てて、電車でゴー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 なんてキャッチーな感じありますよね。ちょっとやっぱり電車でゴーですよ。電車でゴーゴーゴーって感じですよ。電車で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 
車乗りたい。From the time I was young, sweet assassin, raping pigeon, and king of the red big tongues, who dared to cross my deadly path? I have dreamed of creating an organized dictatorship with society to share my evil dream. You are my children. Choose the spawn of a hatchet man. Please take what I'm saying deep into your black soul hearts, and together we can fulfill the destiny of this rock shrine.Today and fear into the souls of all the worthless creatures of this magic world. Build a soldier. I'm here, set up!
マジで行かなきゃやばいぜ。メガネベジミンがチキンやれば全部いたくる教えた疲れた頭でバニアリ開いてベンスでアルスのオリケンシーどういうそういうキン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 はい、お釣り10万円。そういえば子供は喜ぶとでも思ってんのか。今年の風はしつこいらしいよ。しつこくない年あんのかよ。さあ、続きは CM の後で。そんなもったいぶるほどのものか。彼は10年に1人の選手ですね。10年に1人って毎年何人も出てくるだろう。全然勉強してねえよ。そう言っていつもいい点取りやがって。さあ、今だけのチャンス。いつもその値段で売ってんだろ。本日大特売日。あの旗毎日出てるよ。消費税分はサービス。素直にうち税って言えよ。この電車の中なんか臭くない？そういうことは小さい声で言えよ。とってもお似合いですよ。誰が見たって似合ってねえよ。ご一緒にポテトもいかがですか？いらねえよ。飲み物から先にご注文お願いします。いらねえって。お揃いのパンツもあるんですけどいかがですか？いらねえんだよ。まあ冗談はさておいて。全部冗談だったんか。さて話は変わりますが。帰るなよ。最近寝不足でさ。早く寝ろよ。全米でナンバーワンヒット。なんでもナンバーワンじゃねえか。
ポップでキャッチーな。日本語で言えよ。ビジュアル系の曲。どんなジャンルなんだよ。じゃあ全員ビールでいいね。梅サワーが飲みてんだよ。騙されたと思って食べてみろって。大抵本当に騙されんだよ。割とボーイッシュなタイプだから。ものは言いようだよな。きっといいことあるさ。思うだけなら勝手だけどな。体調悪いので休みます。その割には元気そうな声だよな。自信を持っておすすめします。お前が作ったわけじゃねえだろ。今日は暑いね。分かりきってることわざわざ言うなよ。これ前に言ったっけ。言う前に思い出せ。お客様は神様です。じゃあタダでくれよ。34周年記念。なんだその中途半端な数は。増量中。普段は少ないのか。絶対儲かります。お前がやれ。命かけてもいいぜ。俺はかけねえぞ。お待たせいたしました。待っちゃいねえよ。じゃんじゃんバリバリお出しください。誰も出てねえだろ。あはははは。笑うところじゃねえだろ。
を迎えるであろう。そして我々の子供たち、孫たち、ひ孫たちはその試練を乗り越え、大いなる幸せを手にするであろう。グッバイ、ハルマゲドン。たちも間に合わなかったよ。どうだ、一本吸うか。ああ、人生最後の一本か。それもいいかな。ほら、あ、さっき。そういえば結局スペース遣隋使って何なんだろうな。ああ、なんか見るからに怪しい3人組だったけどよ。なんでもスペースつければかっこいいって思ってんじゃねえの。あ、そうそうそう、そういえば俺よ、大昔の映像であいつらにそっくりなバンドがもう変な踊り踊りながらね、おいおい、歌ってるの見たことあんだよ。おいおい、あ、ない、ちょ、あれあれあれない、ない、ない、あれあれ、向こう、お、お、あ、ちょっとマジ、な、あれあれはよ、スペース遣隋使間に合ったんだ。いや、だから言ったろう、もう本当に来たんだ。最初からいつはなんかでかいことやってくれるって思ってたんだよ。信じらんねえ、俺は思ってたよ。俺マジで思ってたよ。もう信じらんねえ、本当に来たんだ。おい、こっち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 だよ。俺たち遣隋使、遣隋使待ってたぞ。こっち、こっち、こっち、おい、遣隋使素敵よ。あれ、なんかちょっと待って、おい、めっちゃでかいよ。あれ、あれ、おい、ちょっと待って、2702年、地球は滅亡した。